ヤコフミハイロビチ・ユロフスキーは、ロマノフ朝最後の皇帝ニコライ2世一家の殺害を実行した銃殺隊を指揮した人物として知られている。1878年6月19日に、ロシア帝国のシベリア地域、トムスク県クイビシェフにてガラスコウの父と裁縫師の母の間の10人の子供の8番目に生まれた。ユロフスキーとその家族は、ユダヤ人であったが、 歴史家のグレッグ・キングは、ロシア政教に改修したと記述している。12歳から22歳の時期まで町の最高の時計職人のもとに弟子入りして、週60時間労働で勤務し、1905年に発生したロシア第一革命の後に、ボリシェビキに参加した。第一次世界大戦により、1915年にロシア帝国軍に徴兵され、 普通の兵士ではなく医学訓練に登録をした。1917年秋に、ウラル地方のソビエトの創立メンバーの一人となり、地域のチェーカーに参加した。1918年7月4日に、元皇帝ニコライ2世の一家が遊兵されている、エカテリンブルクのイパチェフ官の新たな警護隊長に任命された。規律を立ちどころに回復させ、それまで横行していた。 警護兵による一家からの盗みもなくなった。自ら選抜した10人の警護兵を新たに配置したが、ユロフスキー含めて全員がチェーカーから派遣されていたという点で共通していた。前からいる警護兵は見張りを館の外側のみに制限され、ニコライに生一家に近づくことを許されず、夜は通りの向かい側の家に寝泊まりさせられた。 外部から元皇帝一家への差し入れについては、アレクセイ用のミルクを除き、一切禁止した。ニコライ二世が日記に我々が最も意味嫌っている男と書き記している。一方で、殺害が実行される2日前の15日に館を訪問した総治府の女性は、ユロフスキーがアレクセイと仲良く体の話をするのを小耳に挟んでいる。また、 ユロフスキーを過去に女子として雇ったエカテリンブルクの外界は彼について有能で誠実で良心的な働き手であったとして好意的に表している。1918年7月17日の夜明け前の早い時間にヤコフ・ユロフスキー率いるチェーカーの分隊によりニコライ二世一家の殺害が実行された。ニコライ二世と一緒にその妻であるアレクサンドラ、不要ロブナ、 彼らの娘のオリガ、タチアナ、マリア、アナスタシア、息子のアレクセイ、従者のエフゲニー・ボートキン、アンナ・デ・ミドバ、アレクセイ・トルップ、イヴァン・ハリトーノフが殺害された。ユロフスキーの他に、ピョートル・エルマコフなど革命派の手先として長年、働いて、軍事委員に取り立てられた5人が銃撃を担当し、その後ろを、ラトビア人などの兵士7人が囲んでいた。ユロフスキーは、 銃殺隊が一斉射撃を開始する前に実際には存在しなかった法廷の判決文を読み上げた。11人全員の殺害が完了した後、遺体が発見されて、旧ロシア皇室に対する個人崇拝が発生するのを未然に防ぐために、ユロフスキーらは一家の遺体の痕跡を徹底的に隠滅しようとした。17日の朝6時か7時頃に、エカテリンブルクから、 北へ16キロ、コプチャキ村まで1.5キロの地点で遺体を乗せたトラックは立ち往生して先に進めなくなった。そこで衣服を剥いで焼いた後に近くの森の中にある廃坑の穴に遺体を放り込み何発もの手榴弾を穴の中に投げ込んだ。その後に本格的な遺体の隠蔽作業を行うために遺体を掘り返し19日朝4時半頃に モスクワ街道9キロ地点の森の中へ向かう道中で、トラックが泥道にはまって、またもや立ち往生してしまい、道の真ん中に深さ2メートルの穴を掘って、そこに遺体を並べて埋めた。遺体の顔や全身に硫酸をかけて、識別不能にした。また、穴を掘る間にアレクセイとマリアの遺体を別の場所で、焚き火で焼き、その場所に埋めた。地方のチェーカー議長を務めたユロフスキーは、 ロシア内戦後の1921年にソビエト連邦国庫の金部門の最高責任者となった。彼はまた1930年にモスクワ科学技術博物館の取締役に就任した。1938年8月2日に消化性海洋により死亡。60歳没。ニコライ2世一家の殺害後に養殖を歴任したが、グレッグ・キングは ユロフスキーが冷酷な革命家からも自分が避けられ、軽蔑されていることに気づき、復讐を恐れていたと記述している。1920年にユロフスキーに一度会った、イギリスの役人は、皇室を殺害したことで反省と恐怖に満ちていたと記録した。ありがとうございます。